コミュニティを越えると、阿寒横断道路に入っていきます。あ、カメラ間に合わなかったけど鹿いました。鹿、最初人かなと思った。山菜取りしてる。さあ、知床横断道路の防爆台を過ぎたところですね。いやー、天気また回復してきました。弟子川ちょっと曇り空だったんですけど、でもね、気温は 14.8 度。だが修行だ、今回のツーリングは修行。そして北海道の人間は道を譲らないと。さっきね、ハイエースの方は譲ってくれたんですよね。カーブの途中でブレーキ踏んで、だん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 スピード落とさないでください。今度前に現れたのはブレーキマニアの方ですね。ペーパーロック、これよ、エンジンブレーキを使いましょう。本当にもうレンタカー運転しなれてないの。緊急事態宣言中ですよ。最近さ、レンタカーにカップルで乗ってて女性が運転してるっていう光景をよく見ますね。前の車もそんな感じじゃないかな、ヘアスタイルから言ったら。まあロン毛の彼かもしれないしね、男同士かもしれないですけど、さっきもね、結構今日も何回か見てるな、女性が運転してるの。譲った方がいいですよ、私が煽るような形になっちゃうから。ブレーキだけが減速の方法ではございません。超ブレーキ。踏んでるけどそんなに減速してないっていうね。そこでも踏むんじゃないの。あ、踏まない。うまいんだか違うんだかよくわからない。しょうよ。まあハイブリッドの場合はフットブレーキ踏んであげたら回生ブレーキで発電しながら減速するんで、パッドそんなに使ってないのと、充電効率が上がるということで、ブレーキ、フットブレーキを使うのは正解だと思います。いやー、この方もブレーキマニアですね。コーナリング中ずっと踏んでるんですね。よっぽど充電したいんでしょうね。トロガミ様、どうも。わー、ずっと天気いいっすね。知床横断道路からラマン街道、快適快適。気温はね、それでも 19.9 度、20度いってないの。札幌方向に近づくにつれて少しは暖かくなるのかな。十勝インター、十勝清水インターを通過中、午後3時40分。
気温 19.9 度、天気快晴でも、もう今回の、ツーリングキャンツーでは道東地区では20度を超えることはほぼなかったですね。20度ちょっと切るぐらいが最高でした。もう秋です。じゃあここから、西尾峠をくぐっていきます。